漆原麻子先生とブラームス3曲、ご一緒できることが本当に心からの喜びです。演奏家同士どなたとやるかで、音楽って不思議な化学反応があると思います。麻子先生は本当に聡明な方で、精神性が高く深い温かい音楽をなさる方で、いつも尊敬申し上げてるんですけれども、2人で本当にこう一緒に音楽を作っていってどんなブラームスになるのか、今私自身もワクワクしています。どうぞ皆さんいらしてください。